皆さんこんにちは、ネリソリサです。今日はこちらのチェック柄とニットネイルを中指と薬指にやってみたいと思います。それではスタート。まずはじめにベースを塗っていきます。ベースは2本同時に塗っていきます。先端もきちんと塗ってあげます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではまずはじめに中指にチェック柄を描いていきたいと思います。チェック柄のネイルを作っていきたいと思います。ではベースを塗っていきます。では一度塗り目ライトに入れていきます。はい、では二度塗り目を塗っていきます。はい、ではこちらをライトに入れていきます。はい、ではこちらの上にチェック柄を描いていきたいと思います。使う筆はこういった感じの細い筆を使って描いていきます。ではグレーのジェルを先端に少しだけ取ってのせていきます。こんな感じで一回ライトに入れていきます。はい、では次に横の線を引いていきます。ポイントは軽く線を引くことです。こう押し付けちゃうと跡が結構残ってしまうので、さっさと筆を動かすようにのせていきます。でライトに入れていきます。はい、では次に雨のラインを引いていきます。
使う筆はこういった感じの線を引くようなライン筆で書いていきます。次にパーツをつけていきます。では薄くベースを引いて、こちらの可愛いハートのパーツをのせます。はい、こんな感じで一旦またライトに入れます。はい、ではこちらをキャンジェルのノンワイプジェルを塗って完成です。はい、ではライトに入れます。はい、こんな感じでチェック柄のデザインの完成です。とても可愛くて、簡単にできて可愛いです。では次に薬指のネイルをつけていきます。はい、ではベースにこちらのミルク色をのせていきます。ライトに入れていきます。はい、では次に2度塗り目を塗っていきます。はい、ではライトに入れていきます。ではこちらの上にマットコートを塗っていきます。はい、ライトに入れていきます。はい、ではこちらを一旦拭き取ります。がマットでザラザラな状態になりました。ではこちらの上にニットネイルを作っていきたいと思います。今回ニットネイルはこちらのアゲハさんから出ているチャーモンジェル、ちょっと固めのジェルを使って作っていきます。ではこちらのジェルベースの色と同じジェルを取って混ぜます。ではこちらのジェルを使って作っていきたいと思います。はい、使う筆はこういった感じの
ライン用の細い筆を使って描いていきたいと思います。ではまずはじめに横のまっすぐ棒を引きます。線を引きます。はい、ではこんな感じで次に横に点々をつけます。では次に真ん中に高さをつけていくので、この時点で高さを作る必要はありません。では一旦ライトに入れていきます。はい、では次の置き方は S 字 S 字で乗せていきます。ではまずはじめに上からなぞりながら S の字を書いていきます。最初と最後は別に後付けで乗せていきます。はい、はい、ではライトに入れます。では横の線と点々も高さをつけていきます。ちょっと足りない場合はもう少し高さをつけていきます。ライトに入れていきます。はい、こちらは完全硬化をしてエタノールで拭き取るだけで完成になります。こ
んな感じで完成になります。とっても王道な女の子らしい可愛いチェックネイルとニットネイルの完成になります。ニットネイルはアゲハさんから出ているチャームオンノンワイプジェルを使ってとっても簡単にできました。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。